ときしこうは、日本の格闘家、ラウェイファイター。沖縄県富城す村出身、クロスポイント、吉祥寺所属。高校の時に、テレビで見た山本のりふみに影響を受けて格闘技を始める。プロ格闘家として活躍することを夢見て、19歳の11月に沖縄から上京。2012年、パンクラスにて、プロデビュー。 できちゃった結婚から2年ほど格闘技から離れるも、夢と自分への期待を捨てきれず、30歳までに格闘技で食べられるようにならなければやめることを条件に復帰。2017年6月16日、リースホワイインジャパン4フロンティアフロンティアにおいて、ピャン・トゥエと対戦。4R 終了時、顔面の腫れによるドクターストップで TKO 負け。2017年12月10日、 ヤンゴンのテンピュースタジアムで行われた第4回エアケビーゼットアウンランチャンピオンシップにおいて総ンアウンと対戦。互いに一度ずつタイムアウトを取る激闘の末5ある引き分け。2018年2月21日リースホワイインジャパン7ユーキユーキにおいて戦績20戦10勝4敗6分のミンテッドアウンと対戦。2R2 分47秒。 アウンの危険により TKO 勝利。ラウェイでの初勝利を飾る。2018年6月29日、リースホワイ・イン・ジャパン8サムライ・サムライにおいて、初のメインイベントで、総合無道と対戦。試合序盤から積極的に攻撃を繰り出す、無道に対し、徐々に主導権を握った、渡り刑事はローでダメージを与え続け、三日月蹴りで、 決定的なダメージを与えて 4R2 分24秒に左フックで小勝利。2018年12月16日、ヤンゴンの天ースタジアムで行われた2018年の複数の試合を勝ち抜くなどした競合を集めた大会第5回エア KBZ グランドファイナルミャンマーチャンピオンシップでトゥンミンラットと対戦。渡り刑事は 攻撃を避けて、懐に飛び込み、右のフックなど強烈なパンチを見舞う戦法で、圧倒、三ラウンドに、ラッシュでこ勝ち。2018年の王者となった。2021年5月2日、ハードヒット初参戦。安倍大同と対戦するも、両者反則のため没収試合となる。ありがとうございます。